働きやすい会社から働きやすい社会へ。はいどうも、社会保険労務士の大月です。本日も2回目ということで富永先生にお越しいただいてます。先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、年明けから随時質問に答えるというスタイルで、はいはい、続いていますが、今日いただいているのがですね、早速読ませていただきます。2025年試験に向けて今から勉強を始めようと思っています。そこで質問なのですが、今から、資格の学校などに通学もしくは受講をして勉強したとした場合、それは来年の試験にも使えるのでしょうかということなんですが、多分結構早いんですけど、今から24年は飛ばして25年に向けてかなり余裕を持って勉強していく方がいて、で25年の試験に受けるんだけど24年用の、はい、まあいわゆる講座を受講しても、まあ今受けるとしたらそうですからね、うん、まあそれはやってないですからね、うん、25年、うん、まあ、どうでしょうかという話なんですが、これね、これまたですね、毎年必ず頂戴するご質問の一つでして、結局期間がこう短くなってきたと、試験までの期間が短くなってきたときに、やっぱり今年も無理だなと思って、うん、じゃあ来年の試験に向けて準備しようという時に出てくる、うん、ご質問なんですよね。でまずですね、このご質問頂戴したときに必ず最初に申し上げるのがですね、諦めるには早いと。そうです、前の動画だと半年で十分って話してますもんね。それもそうですし、例えば仮にじゃあまあ実は、8月末の試験ですから、知ったのがじゃあ例えば5月の頭だとします、うん、ゴールデンウィークの時に何かこうググってて、あ、なんだそうだったのかって知ったとします。ちょうど受験の申し込みができる、はい、そうです、ギリギリぐらい、そうです、そうです、はい、そうすると、大体4ヶ月なんですよ残りが、うんうん、でそうすると確かに短いかもしれない、うん、なんだけれども、でもそれでも諦めるというか、今年受けないよって最初から決める必要はないんですよ、うん、実はですね、一旦受けるために勉強してみるとやっぱりそれっていい勉強と、なんていうかモチベーションというか、うん、あくまでもその来年に向けて1年数ヶ月っていうよりは、うん、まず一旦今年受けてみようと、うん、言った方が必ずね効果は上がると思うんですよ、うん、まあそうですよね、っていうので、諦めるにはまだ早いってまず申し上げるようにしてましてですね、うんうん、でその時にはね、しかも試験受けるときに一旦試験受けとくとやっぱり慣れてるんですよ、2度目は。はい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 、なので申し込みもしちゃって、であと4ヶ月しかないけどとにかくやってみよう、で行けるところまで行ってみようってやってほしいんですね、うん、で来年それでもしまあやっぱりちょっと足りなかったねと、うん、言うんであれば来年に向けて1年間あるわけですから、うん、そこからと。でそうするとだいぶそのベースができた中でですね、しかも試験も一度経験した中でやることになるので、うんうん、有利になると思う。なるほど、はい、まあ、私もなんかそっち派ですかね、と思います、うん、残りの期間をなんか受かる気なくて勉強してる期間ってあんまり意味ないんじゃないかなと思って。そうなんですよ、そこなんです、モチベーションがやっぱりねグッとこう入ってこないですから、うん、そこを入れてやった方が、うん、だから結構本気で24年に受かろうと思ってやっぱ勉強したのが結果25年に行く。その通りで、その通りです、はい、私よりもことはうまいですね。いやいやいや、だからそう思えばなんかね、25年を目指すっていうよりは受かりたいんだったら24年目指せばっていう、うん、そうところですよね。そうなんですよ、でその経験は必ずプラスに生きるので、うん、初めて受ける人に比べて絶対プラスになってるはずですから、うん、まあ、そうですよね、うん、はい、じゃあもう25年スタートするまで勉強って言わずしなくていいかみたいに、そうなっちゃったら逆効果なんで、それが逆効果、そうはならず、まあ、とにかく24年とにかくチャレンジしてみようと。あ、そうですか、時間が少ないのはもう分かってるよっていう前提でね、だけどやれるところまでやってほしいなと、うん、そうすると必ずそれはその分こう、なんていうかこう単にのんべんだらりとこう勉強するよりも必ずプラスになってて、うん、それ次の年の試験に必ず生きるはずなので、うん、まあ、そうですよね、25年じゃなきゃどうしてもダメって意味はないですもんね。ないです、はい、もしかしてマークシートだから、はいはい、運が良きゃ24にいけるかもしれないし、うん、いや24をやめて25に行こうっていうのは単に時間がなさそうだしって思ってるから、うん、そうお話しされてるんだと思うんですけど、まあ、確かに時間はないんですけど、時間を最大限有効活用するんだったら24年かかるつもりでいくっていう、はい、そうです、そうです、これが一番大事ということで、
と思います。諦めるにはまだ早いので、うん、受けてプラスになる、必ずプラスになるはずですから、うん、まあ中には4ヶ月受かってる人もいますもんね。あ、いる、あの決していないわけじゃないですね、うん、まあ、どんだけ時間取れるかで、うん、そうですよね。もし、まあ、たまにあのもう会社退職してそのぐらいから勉強に集中しますって言って、うん、受かる方とかもいらっしゃいますもんね。はい、あの決していないわけではないので、うん、その可能性もあるし、あの最初からあの今年の試験スキップして来年にっていう必要はないので、うん、っていうのをいつもあのお答えするようにしてます。はい、はい、全然だからお答えとしてはあれですよね、うん、受講して勉強したとしても意味がないわけじゃなく、ないけど、うん、使えるか使えないかって言ったら当然使えるんだけれども、うん、それを本当の意味で最大限効果を発揮するのは24年の受験で受かろうと思って実行するのが一番効果的だと。はい、もうまあもともとあの講座自体も24年合格に向けて、まあ各資格の学校を使っても作ってますしね、うん、もうそれで一旦とにかくやれるとこまでやってみると、うん、必ずプラスになりますから、うん、まあ、あとあれですよね、多分あの法改正だなんだで変わるのに覚えちゃったらどうかなっていう意味が多分あると思うんですけど、あここにはあのそうは言ってもですね、確かに法改正はあるんですけど、うん、だからって全部が法改正するわけじゃないんですよ、うんうん、あの法改正の比率っていうのはとんでもなく高いわけじゃないので、うん、一旦頭に入れた方が絶対プラスですから。そうですね、ほんの一部、うん、一部分ですよね、うん、そうです、はい、一部分で、まあ、何から何に変わったって方が案外覚えやすかったんです、はい、そうですね、一旦頭に入れておいた方が法改正の意味も分かるし、うん、あのそんな比率でもない、ほんの数パーですから、うん、数パーセントなので、もうそれはもうその法改正はあるよというのは分かった上でですね、一旦勉強しちゃった方が絶対プラスです。はい、ということでぜひね、まあ、今から無駄ではないので受講をしていただく、うん、ただし24年合格をするつもりで受講してくださいと、ということで頑張ってください。はい、はい、このようにご質問があればまた、概要欄にある LINE の方からご質問ください。こうやって一つずつ取り上げていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。